らっしゃいませ。ギタープラネットのマスターです。今回はですね、コメントでよくいただくご質問についてですね、ちょっとまずコメントでもお返ししてるんですけど、ちょっと深掘りしてみようと思います。ご質問が、2016のエスポールスタンダードについているファーストバッカープロはカバーを外すと何色になっていますかというご質問ですね。私はですね、コメントで、基本ダブルブラックのはずです、裏からスクリューを外すとハンダを外さず確認できますというふうに、ご返信させていただいたんですけれども、ギブソンの製品のピックアップカバーがついているハンバッカーというのは基本的には全部ダブルブラックと思っていただいて大丈夫だと思います。で、そのヴィンテージとかでそのゼブラがあるとかダブルクリームがあるとかはあるんですけれども、既製品の製品は基本的には見えてないもの、カバーがついているものは基本的にダブルブラック、特別にオーダーがされていない限りはゼブラだったりとか、ダブルホワイトということは基本的にはないですね。ちなみにダブルホワイトは、アメリカだとギブソンではなくてディマジオの商標になっているんで、ダブルクリームは商標になっているんで、カバーがついてない状態でダブルホワイトとか、クリームっていうのはできないんですね。なのでギブソンでもダブルホワイトで入れたいってなると基本的には今のところディマジオのピックアップを使うということになります。ご参考になりましたら幸いです。